はい、本日男って感じの企画、まあ、何をやるかというとですね、はい、ある YouTube で見つけたんですよね僕たち、はい、10年前ぐらいの動画、トリビアの泉っていう番組で、ある女優さんの唇が完全に再現してあったんですよ。これ作れたら誰でもその女優さんと交わえるじゃん。ということで今回の企画、石原さとみの唇作ってチューしてみた。あーさとみー、こうなっちゃうから男臭い。はい、ということで今回はね、石原さとみの唇を完全に再現してやろうと。で、あの材料とか、あの柔らかさの度合いとかっていうのも出てるんで、トリビアの泉がね、10年前に作ってるんだよ。そう、完全に忠実に、そう、柔らかさとかの数字を計算して、ちゃんと実際に触ってね、こうドクドクドクみたいな、本人の唇の柔らかさ、本人もそこにもういてやってたから。ということは今回俺たちは石原さとみさんの唇を完全に作ることができるんですよ。そう、ということで今回石原さとみさんの唇作っていきたいと思います。レッツ唇。トマトジュース、はい、トマトジュース、いちごミルク、明太子、小林の妹、あとタピオカ粉、タピオカ粉いこう。はい、材料はですね、トリビアの泉で紹介していたやつはまず紫キャベツ、はい、これで色素をもらうと。あとはタピオカ粉を買おうと思ったんだけどなかったから、タピオカのなんか豆、これを砕いてタピオカ粉にします。一回、はい、たらこね、たらこ、はい、トマトジュース、いちごミルク。まず最初にやることは紫キャベツをね、煮ます。色をね、抽出しなきゃいけないと。で、うちの家庭では基本的にまな板は使わないルールなんで。何？うるせえ。お前やばいぞ、こうなんだ今。うちの家では基本的に料理をするときっていうのは包丁です。箸とか使わない派ですか？使わない、包丁で全部やる。すごいね、ファンキーな家です。ね、ママ。で、あとは基本的に前の日の夜に残ったものを放置されてますね。これが登場したので、これでやる。ちゃんとあるやん。ちょっと色ついてきたかな。だいぶ煮立ってますね。ほら、入った。入った。どう？ちょっと再現されてる。これを作っていきます。あー、いい感じですね。いい色だよね。タピオカ粉なんですけど、俺たちはタピオカを入れることができなかったので、砕いて、粉にすると。砕いて。これで潰せるかな。潰せる。え、潰せんの。あ、潰せん。削りたがるな。あ、ダメだこれ。ダメだ本当に。いや、すごい、これなら砕けそうだ。いけるか。いや、粉になってる。どうした、どうした。白い粉。ほら。あれ？なんか全然詰まってる。あ、できなくなった。終わったわ。終わったな。今から何をやるんですか。そうですね。まあ見てるわかります。破壊神発射。すごい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 、タピオカ粉が売ってないんすよスーパーに。あー、大麻だ、覚醒剤だ。見た目が完全にやりたくなってきたな。ちょっと病気かお前。外でキッチン、こんなになってきた。こんなんがないなら作れ。その考え方好きだ。こんなに傷するのって労力かかるな。有名じゃないと。いいな、石原さとみと結婚した人こんな石も砕かずにできるわけでしょ。毎日キスどころかもういろんなところにキスできちゃう。うらやましいぜ。なんで俺らこんなことしなきゃ石原さとみとキスできねえんだよ。石原さとみとチューするために石を砕く。変なの入った。そんなのはさとみんじゃない。排除しろ。これ何してるんですかって聞かれたらどうしような。ミヤわかんだろ。石原さとみの唇作ってんだよ。わかるわけがない。なんか疲れた。はい、今頑張ってたんですけど、なんとね、ママンからLINEが来てですね、あったよ、タピオカの粉あったよ。こっちでできるのかを気になるやん、こんだけ頑張って、ね、そうだね、だってタピオカの粉は普通手に入らないからね。どっちをこれでできるのかどうかやってみたいと思います。こんな頑張って作った唇のキスはうまいだろうな。眼差しが犯罪者や。石原さんもキスして、あ、えい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 、あ、もう完全に7、 OK、 7g 達成。よし、これで作ります。1時間かかりましたね。かかった。あ、6に落ちた。は、あ、7戻った。粉ができました。できたね、やっとできた。どんだけ時間かかったの。鍋に粉を入れるよ。まずどうやって7を測るかが問題なんですよ。この計量カップで 50ml が何 g かっていうのをまず測るんですよ。で、そっから逆算して 7ml がどんだけかというものを測ります。この 50ml、 ちょうど 50ml は約 57g。 なるほど、紙とペン。 50ml が 57g なんだよ。つまり 8g、 8g 必要だ。平和だから入れよう。あー、いった。出て、急にバカ。よし、サトミー、ミスったな、ミスったぞ。
なんで俺ら 6g しか作ってないんだ。 7g しか。ちょっと減らすべきだ。うわやべえ。まあいいや、このまま行こう。このまま行こう。で、次はいちごミルク 35ml。 さっきと同じ感じでいく。35対10だろ。 10x イコール6が36、38で210 x21ml。 よしよし、オッケー。オッケー。あ、俺なんか液状なんだけど、だいぶいいんだよ、いいんだよ。それで混ぜれば柔らかくなる。待って、その後紫キャベツ 1ml いるわ。 1ml いっちゃ難しいな。しかもさ、これ10で 1ml だと 0. 点何回任せろ。1よりちょっと捨てればいいだけ。まあこれも同じ、だいたい 50ml でどれくらいか測る。0.81ミリ。 OK、 測れない。0.81 測れない、さすが。とりあえず 1g まで下ろす。 OK、 1g ちょい、こんだけだよ多分。よし、入りました。固まんない。色見て、でもほらブニョンブニョン。よし、いいだろう。これを取るんですね、中の明太子。綺麗に取っていくべきですね。近づいてるよ。どうよ、絡まっちゃった。やだ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 。さとみ、これに今から包むんですね。そうか、汚いな。まだ汚いだけだから、それを包む。え、これマジで唇の食感じゃない。だから唇の型がいいんだよ。石原さん、こんなたらこくんじゃん。いいんだよそこは。ここにあとマジックで線引いて完成だ。あー、これ唇だ。もうできた。ちょっと石原さとみさんの唇とちょっとチューしていただきましょう。あっ、ちょっとキーボしちゃった。ちょっとキーボしちゃった。待って、気持ちいい、気持ちいい、これ。待って、気持ちいい、気持ちいい、これ。満足。俺はしないよ、俺はしないよ。なんでコロナにかかる。関節キス。次ディープな方でいこうよ。お、恥ずかしいな、なんか。恥ずかしいな、なんか。あ、さとみ、ちょっとさとみ。ぶっ壊れた。どう、感想は。いや、めっちゃ美味しい。いちご味めっちゃ美味しい。買ってきたよ。できたの。できたんですよ。粉をね、ジップロックに入れて、石でひたすら地面で叩いてたらできちゃったんですけど。ひどい、これ買い取ってじゃ。リベンジするんですよ今度。あ、ほんと。ちゃんと唇の型をね。できて、はい、すいませんでした。うまくできんかったのかも。いや、うまくして、あの小林がディープキスをしたら破けちゃいました。ということで、はい、次回リベンジします。ベロ付きで全部作るから次回。